コロンボ市議会はスリランカの地方議会。1865年に創設された国内最古の地方議会であり、2020年現在の定員は119名。4年に一度改選される市長と副市長が行政を担う。また、コミッショナーがコロンボ市役所を監督している。コミッショナーは通常地方自治大臣によって任命される。議会任期終了時に、 市長、副市長が不在の場合、コミッショナーがコロンボの行政権を担う。またコミッショナーにはコロンボ7地区にある官邸が与えられている。コロンボ市議会は16の部局に分かれている。市議会は以下の権限を有している。コロンボ市議会はコロンボとティンビリガシャや地区を管轄しており、2011年国勢調査によると、 管轄地域の人口は555,031人。このうち318,048人がコロンボ、236,983人がティンビリガシャヤに居住している。過去50年間にわたり、統一国民党が過半数を占めている。1947年の独立以来、二人を除くすべての市長がアンプ所属である。その例外の一つは、 1954年にスリランカ社会主義平等党に敗れた時である。2006年にはアンプの推薦リストが拒否され、アンプの推薦するグループが当選した。現市長ロージー・セーナーナーヤカはコロンボ初の女性市長である。スリランカの前首都であり、現在も最大の都市であるコロンボは現在に至るまで政治の中心であり続けている。そのため、 コロンボ市議会は、多くの政治家にとっての登竜門となっており、大統領経験者のジュニウス、リチャード・ジャ・ヤワール・ダナや、ソロモン・バン・ダナナイケもコロンボ市議を務めていた経験がある。CMC ・ゲッツ、A ・ニュー・ミュニシパル・コミッショナー・ハット、フォーマー・ミュニシパル・コミッショナーズ、イエット・ツー・ハンド・オーバー・オフィシャル・レジデンシズ。ニュース・ファースト、LK、2020年12月14日閲覧。 http://www.statistics.gov.lk/.pophousat/.cph2a1/.index.php。file name, イコールポップ 31&gp= アクティビティズ &tpl=3 アレクサンドル、ロバート・ジャクソン、インターナショナル・トロツキズム。 1929から 1985A ドキュメンテッドアナリシスオブザ・ムーブメントハットコロンボ・アンプリスト・リジェクティット BBC ニュースフェブラリー16-2006インディペンデントグループウィンズ CMC BBC ニュースメイ21-2006ありがとうございます